チーゲーミング。皆さんこんにちは、マーチーゲーミングです。本日もご視聴ありがとうございます。今回はですね、マーチーの絵修行シリーズの中でも新シリーズ、マーチープラス何々ということで、私マーチーのですねアバターのキャラと何かもう一つのキャラを組み合わせて絵を描いていこうということでやっていきたいと思います。第1弾はですね、マーチープラス歌のキャラということで混ぜてちょっと私が自分で描いてみております。これはですね、アメリカから日本に帰国する飛行機の中で酔っ払いながら描いております。ちょっと絵がいつもより雑になっております。というわけでね、今線画を描いているところですけれども、マーチーがね斜め前髪なんですが、歌が片目が隠れているのでちょっとね斜め前髪の部分を長めにして目ん玉を片方隠そうと頑張っております。でちょっとねこれ最初ね言うとくと、これ髪型間違えちゃってて、なんかドーナツがくっついてるみたいな風になってるんですけど、これ後で気がついてちゃんと直しますので多めに見てやってください。でマーチーはですね、もともとキャラクターとして首のところにチョーカーをつけているので、このウタチーもですねちょっと首にチョーカーをつけてみましたが、ちょっと雑ですよね。いかんせんちょっとごめんなさい、本当にやっと飛行機に乗れて浮かれてたもんだからってことで。なんかちゃんとね元々のキャラ見とけばよかったなって感じなんですけれども、まあまあそんな感じで描いております。でね、いつもの通り反転させて絵がちょっと歪んでいないかとかを見ながら修正をしつつやっております。はい、というわけで今ですね線画が完了しましたので、ここから色を塗っていきます。マーチーの絵はいつもベタ塗りなんですけれども、今回はねちょっと水彩で塗っていこうかなと思います。マーチーのもう一人のキャラのマチルというね男の子を描くときは水彩で塗るんですけれども、ちょっとね今回は水彩でまた塗っていこうかなと。ほんでまあ本当にねプロじゃないのでちょっと多めに見ていただいてというところで、一応ね影になっているところはワントーン少し暗い色で影をつけていきます。顔のね輪郭とかを見ながら、なるべく立体的に見えるように色をね選びながらつけていきます。髪の毛はね、歌はピンクなんだけどマーチが水色なので、ちょっと今回水色で塗ってみております。これはねすごく綺麗な薄い水色だなと思いながら塗りました。でこちらも影の部分が一応ベタ塗りの時に3色使ってますので、まあ3色使って濃いところと薄いところ分けながら塗っております。水彩で塗るんだけど、水彩の中にもいろいろ種類があって、一応なんかね不透明水彩とか濃い水彩とかいろいろあるんだけれども、使い分けて透明の水彩で一番下の部分を塗って、で少し色を重ねるときは、まあこれ合ってるかどうかは知らない、方法として合ってるかどうかわかんないんだけど、濃い水彩とか不透明の水彩を使い分けながら色を重ねていっております。もうねごめんなさい、本当にね正しいかどうかはわからないし、これがなんか結局綺麗に見えるのかどうかもわかんないんだけど、そんな感じで塗っておりますね。ほんと髪の毛おかしいよねこれね、ドーナツみたいになってますけれども、どもで髪の毛も一応立体に見えるように影をちょっとね考えながら塗りつつ、でこの輪っかになってるところ、これ結局さ後で全消しするんだよねここまで塗っといてなんだけど、髪型がいかんせん違うもんだから全消しするんだけどって。そんで線がね相変わらず雑になってますので、そこは全部ちょっと修正をしつつ綺麗になるべく見えるように整えていっております。でまた髪の毛ちょっと影増やしてますね。ちょっとさっき言い忘れたんですけれども、色がね薄い方から濃い方へ移っていくように塗るといいです。耳はねこちら薄めのグレーで塗っておりますね。一応ねマーチはね黒猫なんですよね一応黒い猫なんだけど、まあ目ん玉は黄色ということでいつも黄色で塗っております。でまあちょっとね青い髪の毛が生えているっていう感じなんですけれども、こちらねアバターのマーチが黒髪なので、この絵を描くときは青い髪で塗るようにしております。でねこれもね顔がさなんかどうだろうって思って、なんか今見るといいんだけど、この表情も結局後で変えちゃうんだよね。なんか今思えばこのまんまでも良かったかもしれないと思ったね。歌のちょっとさ強い表情あるじゃん、だからこのまんまでも良かったかもね。しまったなしまったって感じ。
ってことで、でほらなんか眉毛がさハの字みたいにしちゃったんだよね。なんか憂いを感じている表情というか、なんかどの人も辛いことあるんじゃないのって、そんな感じで変えてみた感じ、はい、ということです。でなんか耳のところについているなんかヘッドホンみたいなやつもちょっと下向いちゃってるよね。で色はねもう自分のね好きな色で塗りました。なんかなんとなく緑とオレンジで、で服はピンクです。もうすべてピンクで、あんまりねいかんせん酔っ払ってたもんだから一色で塗ってモテるっていう、そんな感じです。そして目をね少し塗り直しつつで、今回はまつげをガツンと生やしてみました。ちょっとね雰囲気変える感じで、で目の中に光を入れたら、今度髪の毛にね光を入れていっております。髪の流れが分かるように、その流れに沿って白い線をねこうやって加えていくんですけれども、まあこれもね冒頭でお話しした通り、全てねこんだけ書き込みましたが後で消します。でマーチの髪の毛はいつも黄色いハイライトが入ってますので、まあちょんちょんと入れつつで、ここでですね背景を取り掛かっておりますね。こちらは桜のなんかスタンプみたいなやつですね。でこの桜をボンボンと別レイヤーにして入れて、そしてこの塗りつぶし機能で桜の中身をねどんどん塗りつぶしていきました。もうねちょっとあんまり大変そうだったから塗りつぶしなんですけれども、桜でもねちょっとなんか普通にはないようなカラーにしたいなと思って、オレンジとピンクでちょっとなんか作ってみました。なんかそうするとなんだろう、桜の形なんだけどちょっとなんていうの、雰囲気違いますよね。でこの服の上にかかっちゃってる部分はきちんと綺麗に消していきます。別レイヤーにしてないと服の色とかが全部消えちゃうので、必ずこういうのはレイヤーを変えてやっていくといいと思います。で丁寧にこうやって消しまして、唇のところに少しハイライトをまた入れて、唇は薄ピンクで塗ってあります。でやり方が正しいかわかんないんだけど、私さこれ透明水彩で塗ってるからなんか透明になっちゃうんだよね。この背景の白い紙みたいなやつを消すとこうやってなんか透けちゃうの。だからわざわざさ絵の部分だけこうやって白くさ下に塗るんだけど、正しい方法なんか知ってる方いらっしゃいましたら教えてください。ということで、そろそろ完成が見えてきております。髪の毛はガツンと修正して完成がこちらでございます。これはね線をね緑から青に変えました。なんとなくこのね憂いを含んだ表情が青い線に合ってるんじゃないかなと思いましたので、そんな感じで終了です。で今回ですね初めてマーチーの絵修行シリーズの新シリーズということで、マーチープラス一つのキャラクター、今回歌を混ぜて描いてみましたが、いかがでしょうか。また何かリクエストがありましたらいつかやってみたいと思います。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またねー。